皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今日はですね、日経平均、マザーズ、ちょっと戻したかなっていうぐらいなんですが、最近大きく下げていた分、まだまだ物足りない感じはします。日経平均もね、3万795から一気にってわけじゃないですけど、短期間3000円近く下がってますし、マザーズも110ぐらいですよね、直近の高値から言うと下がってるので、今日ちょっとリバウンドした銘柄もあったんですが、武田薬品ですね、昨日ちょっと取り上げた武田薬品は今日も値を下げたんですが、一応下ヒゲの赤、下ヒゲの陽線ということで、一番下か分かんないですけども、ある程度そこのラインなんじゃないかなと思うんですよね。安定した会社ではあると思うので、ちょっとチャレンジしてもいいラインなんじゃないかなと思います。で、セクターというかね、大きく上げたところが多かったのは、自分がですね、前回岸田銘柄みたいな感じで言っていたレオクラン、ケアネット、未来ワークス、メドレー、IT ブックは一応全て上げてます。で、ばらつきはあります。 1% 弱のところから 6% 以上上げてるところもありますが、この中でね、自分が一番注目しているといった未来ワークスは、前回って2営業日前の、下ヒゲの陽線から、一応2連チャンで上げているという感じで、目先は材料出て、すぐ売られてしまった1200に迎えるかっていうところがポイントかなと思います。で、今日も湖西道は売られてますね。平均線、中期に頭を抑えられた感じになっています。で、グローバルウェイもですね、今日は値を下げてます。ちょっとにぎわっているところでいくと、武田薬品、グローバルウェイの掲示板を見て、先ほどの動画でアジア開発を紹介したんですが、掲示板の方は見てなかったので、そちらをちょっと見ていきたいなと思います。掲示板ランキング1位はですね、武田薬品になってます。株価3桁突入もありだなと。株価が暴落しているんだから、その影響についてコメントすべき。今日より下げるならよりそこだと思います。昨日入ってよかったと思えるかな。試験一本ミスったぐらいでこの下げは完全に買い、勢いで売らされるバカ、黙ってコツコツ買う天才と。今日の3150あたりが大底だろう。ここから下は知れていると。じっくり難品買いを継続。自分もですね、意見的にはかなり安い水準なんじゃないかなと思います。その出たニュースと、材料と、総合的なものを考えると、今結構安い付近なんじゃないかなという考えです。で、グローバルウェイもうどんだけ売りや折っても下がりません。私の乾杯でした。2600円から3桁突入まで2ヶ月ぐらいですか。ワンチャン本決算で判定もあると思いますが、長い旅になると。握ってたら倍以上になって帰ってきますよ。グローバル A もね、上がり始めた当初からなかなか高値掴みが怖いとか、入るの怖いって思ってていても、早数ヶ月経つと思うんです。数ヶ月でも1ヶ月とか2ヶ月ぐらい経つと思うんですが、ずっとね、上昇は続けてる感じで、一番高値よりは落ちてますが、かなり高い水準でね、
上げてる確率が多いと思うので、いやまだ怖いんじゃないかなと思ってるぐらいだったらまだ強いっていうのが株かなと思います。でみんながもう安心して下がってきたから入ろうっていう時はもう逆にもう終わっているので、そのままもう相場が終わっていくっていうパターンじゃないかなと思います。で最後にアジア開発ですね。逃げとけすごいありえますね。あ、YXYM すごいありえますね。こんなチャートに東京機械総会で、防衛策反対へ投資ファンド、まあ、アジア開発は東京機械の株を約4割保有する、勧誘書類では不当な手段を用いて、買収防衛策を導入し当社らを締め出そうとしていると株主に訴えたと。ちなみに2000円になるとオリンパスと並ぶぐらいですね。これでもトヨタの10分の1。トヨタってすごい。Facebook 更新。いや、このタイミングで更新とかあんまり大きい声で言いたないけど、ストップ丸来るやん。やばい、よらんのちゃうかと。明日爆上げヤッホー。これは2000円超えます。委任状ってクリアの時と同じ流れ。そこで投げさせないとウルフさん投げてしまいそう、助けておくれと。ここでもね、最近ちょっとウルフさんの、まあスタンプですけどね、まあ、この方みたいにね、名前が出てくるのが多くなってきたかなと思います。まあ、今日出たあの資料というか IR に関しては、前回の動画で、載せてあるので、よかったらそちらを。はい。で最後にちょっとアジアゲートを見ていこうかなと思います。昨日は、ストップ高だったんですが、今日はちょっと、下げました。なんで明日もし上がればですね、今日ちょっとあの買い場が来たかなというところなんですが、まあ、ここで利益確定した人だったりとか、また入り直した人だったり、いろいろあると思うんですが、IR マジか。ここ150にするなら、フーバー動かすやろう。岸田潰したら日経4万にしますね。明日は特買スタートですと。まあ、ここもね、結構そのウルフさんのツイートで、出てくると思いますが、明日150行くなら PTS が105円なわけないだろう。自分で判断できないバカ。ウルフさんはお前らの想像を超えて抜いて家で手こいているんだろうと。PTS このまま上げの雰囲気で引ければ明日はよりから期待できるかなということで、まあ、明日あの週末金曜日ということと、まあ、あの取引後なんですが、日本時間の9時半ですかねにあの雇用統計とかの発表があるので、それは為替だったりとかね、その後のニューヨークダウ、まあ、月曜日の日経平均にも、まあ、動き次第ではかなり影響が出てくる大きな指数としての発表なので、まあそれ控えてるんで、明日の相場、まあ5番とかね、にかけてはちょっと、まあ警戒感出てくるかなと思いますが、まあ明日の夜の雇用統計がいい結果次第では逆に月曜日がね、かなり上げて始まるかなと思うので、まあギャンブルするのはもったいないんですけど、まあ月曜日期待するためにも明日何かこう安くね、落ちてるところあれば、拾っていきたいなという感じです。今回は以上になります。ありがとうございました。